レレアー、フーニです。今から礼拝が始まります。必要のないものはすべて片付けましょう。そして、聖書を準備して、正しい姿勢と心を持って礼拝を捧げましょう。処理しましょう。私が主にあって喜び、救いの神にあって喜び。
信条をもって信仰告白をします。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手当たり、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者と裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。お祈りします。愛する神様、感謝します。今日も健康を与えてくださって、また素晴らしい日を与えてくださって感謝します。まずこの時間、私たちが1週間犯してきた罪があります。イエス様の十字架の血潮によって全てを洗い清め、許してください。今から神様を愛するがゆえに、神様を愛しているから神様を礼拝します。どうか愛する私たち、子どもたち一人一人、イエス様をもっともっと知ることができるように知恵を与えてくださり、助けてください。また今から捧げる礼拝が神様が喜ばれる礼拝になりますように、聖霊様助け導いてください。礼拝の最初から最後まで全てを主に委ねて、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、皆さんおはようございます。ハレルヤ。みんな1週間元気でしたか？先生は元気でした。一日も早くみんなと礼拝できる日が来るようにお祈りしています。インターネットを通して捧げていますが、神様が私たちの心の中心を見ておられますから、喜ばれる礼拝になることを信じます。今日の御言葉は使徒の働き3章の6節です。じゃあみんな、使徒の働き3章の6節の御言葉を一緒に大きな声で告白しましょう。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。アーメン。もう一度読みます。するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。アメン。じゃあ今日の題目はイエス様の御名の力です。使徒の働き3章の御言葉を持って、イエス様の御名の力について共に神様の恵みを分かち合いたいと思います。じゃあみんな、先週のおさらいをまずしますけど、先週は、イエス様につながろう、イエス様が誠のブドウの木であり、私たちはその木につながってる枝ですよってお話をしました。だから枝である私たちはイエス様につながっていないと何もすることができない、絶対に実を結ぶことができないよってお話をしました。じゃあ今週1週間振り返ってみて、しっかりイエス様につながっていたでしょうか？まあ、今日もこうしてレアさだけてるみんなはしっかりイエス様につながっていると信じます。みんなの人生に素晴らしい神様を通して与えられるたくさんの実があふれるように心から祝福します。じゃあ今日の御言葉に戻ります。じゃあ今日は使徒の働き、使徒の働きの3章の内容なんですけど、今日の登場人物はペテロさんとヨハネさんと生まれつきの足なえ、その足が不自由な人、この3人です。じゃあペテロさんとヨハネさんがお祈りをするために午後3時宮に行きました。宮、教会に行きました。お祈りをするために教会に行ったら、そこの門があるんだけど、そこの名前が美しの門って言います。その美しの門に生まれつき足のなえた人が座っていました。足が不自由な人なんで働くことができません。だから誰かの助けを持たないと生きていけないから、教会のその門の前、美しの門っていうところの前で人々が置いてくれて、そこで誰か私に
施しを与えてください、お金を少しくださいって言って座っていたんですね。その人はいつもの通り座っていました。するとペテロさんとヨハネさんが通り過ぎるのを見て、施しを与えてくださいっていつも通りその人は求めました。するとペテロさんとヨハネさんは私たちを見なさいって答えました。その足苗の人は何かもらえると思って期待してみます。お金をもらえるのかなって思ってみました。すると今日の本文ですね。するとペテロは言った、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいって言いました。宣言します。そして立ち上がらせるんですね。じゃあどうなったでしょうか。生まれつき歩くことのできなかったその人がイエス様の御名によって立ち上がり歩きなさいってペテロさんが告白した時に立ち上がって神様を踊りながら賛美したんです。でそこにたくさんの人がいたから、その今まで門の前で美しな門の前で物乞いをしていたはずの足苗が立ち上がって賛美をしているから人々は驚きました。でペテロさんとヨハネさんに言うんですね。あなたがしたんですか、すごい、何をしたんですかって。しかしペテロさんとヨハネさんは大胆に言います。私たちがしたんじゃなくてナザレのイエス・キリストの皆、そしてその皆を信じる信仰によってこんな奇跡が起きたんですよって告白するんですね。じゃあ今日は素晴らしいイエス様の皆の力についてお話ししてるんですけど、物乞いをしていた人はお金を求めていました。でもペテロさんとヨハネさんはお金よりももっと素晴らしいものをその足苗にあげたんです。お金をあげたら1日2日はなんとか物を買って生きれるかもしれないけど、またすぐなくなります。でもペテロさんとヨハネさんは永遠になくならない素晴らしいイエス様の皆によってその足苗の人生の一番の問題であった足を立ち上がらして、もう全ての問題を解決してしまったんです。で私たちがここで何を知ることができるかっていうと、イエス様の皆には病を癒す力があるってことをまず一番知ってほしいです。イエス様の皆によってペテロさんとヨハネさんが大胆に宣言した時に足苗は立ち上がりました。先生も前にすごく頭が痛くて夜眠れない時がありました。そんな時、じゃあ先生は何をしたでしょうか。すぐにひざまずいてイエス様にお祈りしました。イエス様の皆によって今頭がすごく痛いですけども、イエス様の皆によってこの頭の痛みを追い出してくださいって、イエス様の皆によって癒してくださいって祈って寝たら、朝起きたらその頭すごく痛かったんだけど、それが完全に出ていって元気になったことを先生は体験しました。だからみんなの人生にもちろん足ない、その足が歩けない人は今教会にはいないけど、本当にたくさんのこれから問題があると思うし辛いことがあると思うけど、そんな時にどうか私たちが頼るべきものはこの世のお金じゃなくてイエス様の皆、私たちには本当に素晴らしいイエス様の皆が与えられているから、例えば夜眠れなくて不安がある時、恐れがある時、どうかイエス様の皆によって祈ってください。イエス様の皆によって私に不安を与える悪魔、私に恐れを与える悪魔よ、イエス様の皆によって出ていけって大胆にみんなが祈り告白する時に、必ずその恐れ不安は出ていくと信じます。あともう一つ大事なことは、今回ペテロさんとヨハネさんが足苗を立ち上がらして素晴らしいことが起こった時に、自分たちがしたんだよって自分たちを誇ったんじゃなくて、自分たちを自慢したんじゃなくて、イエス様の皆を大胆に誇ったように、証ししたように、愛する小学部のみんなはいつもイエス様の皆によって勝利して、その素晴らしいイエス様がなさった御業をいつも誇る、伝道する、伝える、愛するみんなになりますように、イエス様の皆によって祝福します。今はコロナウイルスの時代で本当に楽しいこともできないし、たくさん辛いことも
あるかもしれませんが、私たちにはこの素晴らしいイエス様の御名が与えられているということを必ず忘れないで、毎日の生活の中でイエス様の御名にいつも頼って勝利する愛する小学部のみんなになりますように、心から祝福しお祈りします。また来週も元気な姿で会いましょう。お祈りします。愛する神様、感謝します。今日はイエス様の御名の力について御言葉を教えてくださり感謝します。ペテロさんとヨハネさんがイエス様の御名によって生まれつき足のなえた人を立ち上がらして、イエス様に栄光をお返ししたように、私たちの人生もいつもイエス様の御名によって勝利し、イエス様に栄光を返すことができるように導いてください。明日から始まる1週間もいつも健康で守ってくださり、家族もみんな健康で守ってください。すべてを感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。主の祈りで礼拝を終わります。天にまします。我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせて悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。